まりまへんな。おいた。オッケー来た。やばい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 。オッケー来た。うわあ、やばいやばいやばい。さあやってまいりましたよ。はい。まずは場所選び。北からこう風が吹いてるんで、背中にこうなるようにね、やっていきますよ。オッケー。確かにこの沖網ちょっとかかるな。まずはね、眩しいから浮き見えるように帽子をかぶって、水面の反射を抑えるために偏光グラスを装着しまして、アテンダー3。え？釣り買ったん？そうそう。マジで？ピッカピカや。新品。ピカピカなんや。うん。アテンダー3とトーナメントの22年式や。22年式か。あれでも、あれ最新のゴールドブラックじゃなかったね。さあ、やってまいりましょう。いや、めっちゃ大きい店ってってる。わあ、これ、ここででも釣りしたらこれ俺のせいにされんな、完全に。バケツ持ってくるか。こうやって徳を積んで。オッケー、これでよいしょ。はい、まあ、釣り開始早々死ぬほど徳を積んだんで釣れてくれるでしょう。はい、じゃあ仕掛けを作っていきます。まずガイドに糸を通して、はい、搬入だな。木止めはもうついているので、絞り玉、釣り券の半円絞り通して、ゼクト 3B、 大体のポイント 3B で僕はまずやってみます。 3B を基準に緩ければ B、 流れ強ければ 5B に変えたりとかね、しながら。一応ここ結構川の河口なんで、底地をしっかりね受けてもらえるように、塩結婚を装着します。はい、極小サルカ、うわっ、アリンコみたいなサルカ、クリチンナット、3B に 2B、 僕の使ってる 3B の木、 3B つけちゃうと割れてるからなんか沈んじゃうんで 2B つけて、海にちょっと入れて竿を伸ばします。大体身巻き1号から 1.5 号の間がねちょうどいいかなと思いますので、1号の5、数が強いね。でここまでできたら、あとはハリスと貼り付けるだけです。で、ね、水ちょっと濁ってるし、スズキ取りたいんで175でいきます。アヒロ取ります。ミチート 1.75 に対してハリスも 1.75 です。仕掛けを失いたくなかったらミチート太くした方がね、回収率上がるんですけど、底上に乗せるっていう意味で言うとハリス太い方が底上に乗りやすいんで、ハリなんですが、はい、かかりすぎ口太の 4.5、釣り武者とね、ガマカツのコラボですね、これは。これでね、針もついたん で、あとは、血の深さやと底棚キープするために、針の仕事に結構重いガンダムつけるんですが、アリ巻きの時、羽はね、それでは食ってこないんで、16つけます。はい、OK、完成しました。まず、浮き止め。絞り玉。3B の浮き。で、塩気。ガンダム、2B。で、サルカン。で、ハリスが2ヒロあって、もう寝かかってる。網。たましこれ、網やばいぞ。仕掛け紹介してるだけなのに。で、ハリ。かかりすぎ口元 4.5。これでやっていきたいと思います。はい、仕掛け完成したんで、棚を測ります。一応目の前めちゃめちゃ、ここね、見える、底見えるぐらい浅いから、深くなってるとこ狙いたいんで、これでね、その場所。多分、竿2本ぐらいから深くなってるのかな。よっと、はい、竿2本ぐらい、あったあった、もうそこや、あっこで3弱、3本ある、うん、多分ちょっとそこ切って2半ぐらいで行ってみようか。もしそれであかんかったらもっと奥狙うんですけど、まあね、エビ巻きはね、死ぬじゃなくて羽狙いたいから、羽狙うんやったらやっぱり浅い棚ですね。浅い棚絶対に浮いてくるんで、奴らは。
楽しく。満潮は何時やったっけ。フルマンはフルマン、フルマン潮や、フルマン湖。もう下ネタしか言わんな、釣りしてる時これですよ。はい、いやたまりまへんな。エビに行きます。はい、あ、ちょうどいいサイズや今日のエビ。いいやろ。うん、全部差し入れできる。ナイスティーポートさん、めちゃくちゃいいサイズ。フルマンやらフルチンやら言うとったから俺何も話聞いてなかった。満潮何時やった。6時半。あ、6時半ぐらい、うん、で今が4時。あ、めちゃめちゃええやん。もう今釣れなあかん。あ、今釣れなあかんやん、うん、もうちょい前の早い時間から餌巻いておきたかったな。確かに。一応ね、川の基本は干潮から上がっていく、こう川のこう流れと下げの潮やったら両方でこうバーッと流れちゃうんで、上がってくる潮と川の流れで操作しちゃうね、時間が一番激安の時間になるんで、じゃあ満潮にこう上がっていく、かつ潮が一番よく流れる時間が今まさにその時間と。浮きが、川こっちに流れてるのに浮きがこっちに下がって登っていってるんで、あれ底上に乗ってるっていうことなので、この時間に釣らんといかんというわけでございます。ビンビンに立ってる。ビンビンに立ってる。ああ、もういつ入ってもおかしくないなこれ、うん。まあ言いながら暗くなってからしかね釣れんかったりするもんなんですが、よしカメラセッティングしましょう。仕掛け投入して棚落ちする前に通り過ぎていくやん。なんちゅう激流や。俺の自立の木めっちゃ面積広いからね。上速で消えていくんちゃうかな。これ根描いてんかな、急に一生緩んだんか根描いてんか。もう俺ずっとそこにある。あ、いった。オッケー、来た。おっしゃ、今の見た浮きの入り。ちょっと試し取ってくれへん、取ってくれへん。おお、当てんだ。ツー、あ、ツー言うてもだ。試しこれ跳ねや、絶対やばい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 。そんな行く。ええ死ぬ。おちぬさんやった。いや、おちぬさんいいやんか。そんで、そんなめっちゃでかくなくない。あれ薄いやろ。いや、でもちょうど食べ頃の。結局棚上げたら2班のままなの。2班2班なんや。さあ、森さんやってもらおうか。いやー、いやーボトボトいやあいやあ、すごかったマジ。あ、やっぱ止まれんな。うん、しゃ、やりました。仕掛け投入したらちょうど僕の前で巻き餌のように前に餌掘って、でエビがうわーなってるところに僕の仕掛けがゆっくり近づいてくる感じで、さあ今同調し始めました。これもイメージの世界なんで分かりませんが、あの辺に巻いて、で今そのあの辺とかそこにまさに僕の浮きがあるんで、で来るならこのポイント、ここで食うはず、ここでまあそううまくいかないのが釣りですが、おお入った入った、せーの、ういー。入魂や、入魂。死ぬも跳ねも釣れて入魂ですわ。いや、ええなぁ。しゃ、ちょっとちゃっちゃと釣って。あれ、タモどこ行った。あった。ちょっと。うわぁ。仕掛け作ってたのに今。焦りすぎてる。太い跳ねや。うわぁ。ああ。いやあ、おお元気すぎるな。あーあー、おお。だなって、もうちょっと俺頭はげてない。いや、はげてるかもしれない。どうやら暗くなってからやったみたいですね、ここのポイント。よいしょ。さあ、はい。薪はもう大量にね、今日の昼間
巻いてやるんで。よいしょ。はい。これよりはさっきやったかもしれんけど。てか俺死ぬほど焦ってんねんけど。何が？え、何食ってんの？楽しい顔来たいつもや。いやだから今回こそは成長があるかなと。楽しいいつも来てる来てる来てる。いや今俺寝かかったんかな思ったら来てた。でかいやん。よっしゃ。今行ける。うわ。走る走りまくり走る走る。うわこれほんま一歩を逃せへんための竿やな。うわだからガンガン上げていくのはちょっと厳しい。おっしゃ。うわ怒りまくってるやん羽根さん。怒りまくり。うわこいつほんま当たりめちゃめちゃちっちゃかったからばっかれへんかったやん。2、いや、2、30センチぐらいかな。でっか、うわ。いや、いや、いや。さあ、どんどん行こうぜ、どんどん。何匹連発させれるか。僕の前で、今、巻いたところを通過していくんで、ここで入るはずでございます。さあ、今、絶賛同調中です。入るなら今だぞ。入った。オッケー。シャシャシャ。おおおき引く。おおお。さあ。ああ。今度はなんだこのチヌさんか。超黒そいやでっかい。マジか。これ黒そいよな。極でかの黒ソイ、クエみたいな黒ソイやん。でっかブラックバスみたい。ちょこれめっちゃでかない。ちょタモシを取ってくれへん。うわでっか極悪。うわえっくいわ。いや極悪毒眼竜やった。めっちゃかっこいいやろ。かっこいい。でもかっこいい言うてる場合じゃない。まだフグ一匹や。見えない。いや今言ってない。ああマジで。おお。かかった。やったな。何か知らんけどかかった。ダモシめ死ぬやな。多分これ叩いとるわ。ちょっかちょっかちょっか。あきりこれタボ救ってもらわねえ。これ今日ファーストミッションやねん。何これ。羽根羽根羽根。おいった。めちゃくちゃ嬉しい。いや作ってもらってめっちゃ嬉しい。ありがとう。いやバカじゃん。バカが抜けてる。あ逃げた魚。いやおるおるおる。魚言うてダモシも羽根ゲットや。しゃー刺身に煮付けに何でもできる。よいしょ。うぃいちゃんがちょっと汚れてる。ああ動いてみた。いいえ黒添えが。まあいいや。こんな感じでね、エビ巻き、チヌ、ハネ、キビ、あ、今日キビで俺。黒添えまで釣れますよーと。ということで、終わりたいと思いまーす。釣れたな、今日は。なんとか、なんとか一匹釣れた。なあ。よっしゃー。さーて。お大丈夫か、魂。大丈夫か。そんなある